日本維新の会の藤田文武でございます。今日はですね、先日来ここにいます足立議員から、ちょっと予告といいますか、説明さらっとさせていただきました。この新所得倍増計画、これは私たち日本維新の会の政権構想であります。政権構想だから何か今年の政策ではありません。これからの5年10年の政策です。例えば先日アメリカでバイデン大統領が、いろんなある方も多いそうでありますが、バイデン大統領が新しく就任された。アメリカで大統領が就任するときは中期経営計画、国家の運営計画を持って就任されます。アメリカは最大で8年ですね。4年8年、2期までと憲法で定められていますから、アメリカの大統領は最高でも8年の運営計画、国家運営計画を持って大統領に就任するわけです。私はこれまでのお取り組みに敬意を表持っている菅政権、菅総理にはですね、菅政権の長期、中期計画、これをしっかりと作って、私たちの中期計画と4つに組んで、国の未来について、総理のプラン A と私たちのプラン B で論戦を展開をする、そんな国会にしてまいりたいと思います。いかがでしょうか。内閣総理大臣、菅義偉君。ぜひそのようにしていきたいと、このように思います。我々が考えるですね、これからの、いわゆる政権構想、この内政についてどうしていくかということを紹介しながら、ちょっと政府と議論をしていきたいと思います。今ですね、コロナの状況で国民の皆さんに多くの不安が広がっている、苦しみが広がっている。これを乗り越えて、新しい明るい社会、前向きな社会を作っていかないといけない。私は乗り越えるべき壁は今2つあると思います。1つは短期的なこのコロナをいかに乗り越えるか、そしてもう1つは構造的な問題、人口減少、少子高齢化、東京一極集中、GDP が自然増しない、国民の生活実感が全然豊かにならない、そして漠然とした不安が広がっている、これを前向きに変えていくというのが必要であるというふうに思います。そこで先日、まず入りとして、先日私が問題提起した有事と平時のセーフティーネットについて、少し認識を問いたいと思います。コロナが明らかにしたのは、この我が国はですね、どの人がどの程度困っているかということを把握できない、そしてその困っている人に対して、公正公平な支援を素早く正確に届ける術を持たないということが、明らかになってしまったわけです。でこれをやっぱり作り直していかないといけない。先日ですね、ヤフーの戦略責任者のあたかさんという方の講演をちょっとお聞きしてまして、非常に興味深いことを言ってました。これからの社会はパンデミックレディ、ディザスターレディ、いわゆるパンデミック、感染症に対して準備ができている社会にならないといけない。ディザスター、災害に対して準備ができている社会にならないといけない。つまり、この社会保障の分野においても、災害や感染症に対する有事に即応できるような仕組みっていうのを平時の仕組みに組み込んでおかないといけないという社会になると思うんです。この観点から、これからのそういう社会システムを再構築していく必要があると考えますが、総理のご見解をお聞きしたいと思います。内閣総理大臣、菅義偉君。今般の新型コロナ対策にあたって、国民の命と暮らしを守るため、これまでない規模で対策を行ってきました。その過程において給付金の支給に遅れが生じた、あるいは実際に厳しい状況に置かれた方々からお話を伺うと支援が届いてないケースがあった、こうしたことを認識をいたしております。またデジタル化が遅れる中で、働きた方の多様化や地域のつながりの希薄化も相まって、支援が素早く正確にお届けできない方々がいらっしゃる、こうしたことは素直に反省しなきゃならないというふうに思います。まずは利用者目線に立ってデジタルの活用を進め、今般給付のための口座を登録することにより迅速な給付を実現するための法案を国会に提出をしました。また地域でお困りの方、孤立されている方の状況をしっかり把握対応できる包括的な相談体制、この
構築も本腰を入れるために、担当大臣を、坂本大臣を深刻化する社会的この孤独・孤立に対する総合調整の大臣といたしました。こうした取り組みを含めて、次の有事の際には即応することができるような、そうした体制を整えているところであります。ありがとうございます。問題意識、課題意識はいつにするというふうに感じました。そこで、我々の課題意識、少し共有しながら認識を問いたいと思います。まずこれ、グラフいくつかお見せします。これ、賃金の推移なんです。データが取れる、正確なデータが取れる1993年から、バブルの残りがで少し上がった後、右肩下がりになっています。赤が名目で、青が実質、いわゆるインフレ、デフレを加味したものがこの青になっています。次、お願いします。次がこれ、じゃあ、世界各国はどうかというと、世界各国の平均年収の推移、赤が日本です。これ、ずっと下にへばりついて、ほとんど変わっていない。でも諸外国は上がってるんです。そして、次のパネルをお願いします。これが平均所得、これは1世帯当たり換算なんですが、平均所得と可処分所得の推移です。1985年はバブル前、バブルからその残り顔を経て少し上がりましたが、そこからずっと下がっていって、これ、世帯数も関係するんで、下がってるのは下がってるんですが、注目したいのは、青の可処分所得と、この矢印の幅ですね、青と赤の差、つまり可処分所得は、所得に対しても下がり幅が大きいんですよ。で、それは何かというと、税と社会保障の負担、これが次のグラフですが、1世帯当たりの非消費支出、つまり税と社会保障の負担は上がっていってるということなんです。これが国民の皆さんが実感と生活実感として豊かにならない、私は要因だというふうに思いますが、これについてのご見解をいただけますでしょうか。これについてのご見解をいただけますでしょうか。西村康稔、国務大臣。ご指摘のようにですね、この間、長年、日本はデフレが続いてきましたので、要は物価が上がらない、売り上げが上がらない中で、企業は、どうしても賃金を上げずに、むしろ非正規を増やして、労働分配率を少なくする形、賃金を抑える、人件費を抑える形で、利益を上げてきたわけであります。そうした企業行動によってですね、ご指摘のような賃金が上がらない状態が続いております。他方ですね、これもう一点言えるのは高齢化が著しく日本は急激に進んでおりますので、世帯で見ますと高齢者世帯の割合が大幅に増えております。これ、もう細かいデータ必要であれば後で申し上げますけれども、パーセントは非常に 10% 台から 30% 近く増えておりますので、世帯あたりで見るとですね、どうしても年金で生活される方が多くて、所得は、可処分所得が落ちていくというデータになります。ただ、一人あたりで見ますと、特に安倍政権、私ども政権奪還した以降ですね、賃上げにも、毎年のように 2% 程度の賃上げにも努力をしてきておりまして、1人当たりで見ますと、これ、緩やかに上がってきている状況であります。いずれにしましても、デフレを脱却して、そして非正規をなくすと、正規社員、これは女性も若者も含めてですね、そして所得を増やしていくという政策をしっかりと実現、実行していきたいというふうに考えております。はい、藤田文太君。ありがとうございます。課題意識は一緒だと思いました。で今の説明に対してですが、このグラフで、この黄色の矢印のところがやっぱり注目すべきところで、可処分所得の下がり幅が大きいというのは、これ、世帯数、1世帯当たりですから、所得と可処分所得、これ、計算同じですから、ここを注目すべきだと思います。そこで、少し我々の考えていることを共有しながら、各論に入っていきたいと思います。まず、我々じゃあ、新所得倍増計画、これ、正確に言うと、可処分所得を増やしていこうと、こういうことを考えています。それは今からこれの次に3枚のパネルで説明しますが、一つは税制社会保障、これが国民の負担を下げましょうと、それから成長戦略で経済のパイを大きくして、所得に還元しましょうと、こういう話です。次へお願いします。で、税制、今日は税制は簡単にですが、税制といえば消費税を上げるか下げるかっていうことが、いつも選挙になったら、こればっかりなんですね。私は税体系、一体的に考えるべきだというふうに思っていて、ずっと我々は結党以来ずっと言ってきたのは、フローからストックに課税の比重を移していこうと。で、フローは消費税、所得税、法人税をやっぱり実質大減税していかないといけない。
というふうに思います。これは成長のための税制、集めるだけじゃなくて、成長を促す税制をやるべきだというふうに思います。次に社会保障、これは我々はずっと給付付き税額控除を言ってきました。で、給付付き税額控除の進化版である、私たちはこのベーシックインカム、今、特別定額給付金、去年行われて、10万円の定額給付が行われて、諸外国でもこれ、研究され始めました。で、私たちが考えるのは、よく巷で言うですね、社会保障を全部そこに吸収してしまって一本化するというような雑な議論ではありません。いわゆるこの後年金と生活保護の話したいと思いますが、この問題が多い、非常に歪みが大きい生活保護や基礎年金、年金の1階部分、基礎年金の部分を含めて、整理統合して、そして必要な社会保障を残すというものをやっていくということで、皆さんの可処分所得を上げていくということを考えたい。これが社会保障改革。そして最後に成長戦略。これは、我々がずっと大阪から出てきた地方政党から生まれた政党だからこそ、ずっと言ってきた地方分権改革。そして、全業種にまたがる労働市場の改革。それから、各業種の大規制改革。そして、先ほど総理からもありましたデジタル革命を起こしていかないといけない。で、イメージで言うと、この図を見ていただきたいんですが、私の認識は、日本の経済はポテンシャルがもっとあるはずで、でも、いろんな古い習慣や、雇用の硬直化や、そして規制、既得権益、まあ、そういったものでピンで止められている状態、これを一つ一つ丁寧に抜いてあげて、そしてそのポテンシャルを最大化させてあげる、そして今、脆弱なセーフティーネットじゃなくて、チャレンジできるセーフティーネットを引いていこうと、これが私たちが考える構想の全体像であります。で、各論に、今日はその中でも社会保障についてちょっと各論やりたいと思います。まずですね、生活保護について、田村大臣と少し議論したいと思います。総理がですね、1月27日、参議院の予算委員会で、蓮舫議員とやり取りされたときに、最終的には生活保護があるという、まあ、セーフティーネットの説明をされました。私はこの制度の説明としては正しいと思います。そこに蓮舫議員は、生活保護に陥らないようにするのが政府の仕事だろうというような返答をされました。で、これ私、すごく象徴的だなと思います。陥るという言葉は、何か生活保護にもう落ちてしまうような、そういうイメージ。でもこれは実際にあると思います。で、その中で問題提起したいのが、生活保護水準以下の低所得者世帯。これは、この中でも補足率が悪いという問題があります。つまりですね、その中でも低所得者層の中でも、生活保護制度を利用しているのは約 20% ぐらいと言われている。その他の人たちは低所得でも使ってないんですね。これ、いろんな理由あります。例えば大阪でも問題になりました不正受給、こういうものからどうしても拒否感がある、生活保護を受けたくないという、そういう後ろめたさのような心情、それから、まあ、財産が持てなかったり、扶養照会、これ、国会でも問題になりました。扶養照会で家族に、今まで疎遠だった家族にも連絡しないといけないとか、あと大学進学にもこれ、外れてしまうとか、これ、貧困の連鎖を、まあ、生んでしまう一因でもあります。こういう補足率が低いという問題がありますけれども、これ、田村大臣のご見解、お願いします。厚生労働大臣、田村典久君。補足率っていうのがですね、なかなか実態把握できません。っていうのは、本当に生活保護が必要な方の中で生活保護を受けている、これ、申請主義でありますので、申請いただかなきゃわからないわけで。しかも生活保護っていうのは、まず、扶養が保護に優先するわけでありますから、扶養する方がおられるのか、資産も見ますし、不労の所得だけでは分かりません。さらに申し上げれば、稼働能力を最大限生かしていただきますので、働く能力があれば、働いていただくという形になると思います。でありますので、不労だけ見て、所得だけ見て、多分今、委員はおっしゃっておられたんだと思いますが、それ見ますとですね、確かに全国消費実態調査、平成26年でありますが、その世帯数という意味からすると 28.3%、これは所得、低所得というところで、ところがこれ、資産を入れてみますと 75.5% になるわけでありますので、一概にその所得だけで言うのではなく、生活を取ったらあらゆるものを利用して、その上で、まだ生活ができないという方々に対してですね、その分を支給するという形になっております。そういう意味でご理解いただければありがたいというふうに思います。今の大臣の答弁が指し示すのは、
入り口は非常に狭いんですね。で、実際に行政側も G メンなんかがいて本当に必要なのかということをチェックすると。でも入ってしまうとなかなか抜けれない制度であると。だからこの陥らないという言葉は確かにそのイメージを象徴しているとも私は言えると思います。で、それをこの有事のセーフティーネットとして、平時の仕組みであるこの生活保護を有事のセーフティーネットとして拡張して運用するということが、私は適切じゃないんかと、ないんじゃないかというふうに問題意識がありますが、この生活保護という総理がおっしゃられた最終的に生活保護で救えるという、この有事のセーフティーネット、明日収入がなくなるかもしれないという災害や感染症、そういうものに有事のセーフティーネットとして適切かどうか、これ、ご見解をお願いします。厚労大臣田村のりさん、平素からさまざまな重層的なセーフティーネットといいますか、支援策があって、例えば生活困窮者支援制度というものがあります、その他にも雇用保険の対象にならない方々は求職者支援制度等あるわけでありますし、まあ、今般はこういうコロナの時でありますので、まあ特別にいろんな対応をさせていただいております、でそれでもですね、対応ができない、どうしても生活を自立できない方々は、まあ、生活保護という制度になるわけでありますけれども、まあ、生活保護もですね、自立していただくことが基本的な前提の制度でございますので、例えばですね、生活保護に入った後に就労活動の促進費、これは就労していただければ促進費としてですね、月5000円出たりでありますとか、あと勤労控除、働いた者に対して控除というものがちゃんと立つ、それからさらに申し上げれば、就労自立給付金ということで、自立していただいたときにですね、その後自立したすぐにいろんなものが負担かかってきますので、それに対してのですね、まあ、支援金みたいなものを出させていただいて、自立を促しておりますし、そういう意味では、自立支援するためのですね、マンパワー等々もこれ、拡充しながらですね、もちろん高齢者でもう働く能力のない方々等々は、確かに言われる通り、なかなか、まあ、完全なる自立は難しいのかも分かります、でも生活保護の中でもですね、それぞれ自分のご努力の中で、まあ、自立いただくという部分はあると思いますが、完全な自立という意味からいたしますとですね、まあ、高齢者以外の若い方々であれば、十分にその能力を生かしていただくためのいろんな、まあ、支援するためのですね、措置というものがあるというふうにご理解いただければありがたいと思います。藤田文太君、ありがとうございます。さすが田村大臣、お詳しいんで、いろいろお話しいただきました。で、生活保護の問題は、これ、私たちもさらにこの今の現存のままでいいのかということを、まあ、それは問いながら、新しい制度を提案していきたいと思います。そして次、年金の問題いきたいと思います。これ、グラフ見てください。これ、先日、足立康史議員が出したグラフと同じなんですけれども、これね、国民年金の受給権者数、見てください、これ。月額数千円の方から始まって、ね、1万円台、2万円台、3万円しかもらえない方が150万人、4万円台が100万人、5万円台が115万人、これだけの低年金の方々がいらっしゃる。またこれ見てください。データが取れる1985年からのこの平均所得、可処分所得です。これ、最大の問題は、ワニの口みたいに開いていることです。すなわち、可処分所得がどんどん減っている。総理にお願いしていいでしょうか。私たちはそういう観点で、やっぱり給付付き税額控除、やっぱり給付付き税額控除が改めて検討の訴状に乗るべきだと思いますが、いかがでしょうか。いや、もうどなたでも結構。菅内閣総理大臣。給付付き税額控除については、低所得者に対して所得等に応じて給付を行う仕組みと、まあ、承知しておりますが、マイナンバー制度が普及してもなお、低所得者の所得を正確に把握する、このことは難しいなど、さまざまな課題があって、慎重な検討が必要だというふうに考えます。低年金、無年金問題、これ、基礎年金は満額もらうと6、7万なんですね、この一番右側のところ、でもこの3万円台ですでに100万人、4万円台で100万人、まあ、無年金回すと数百万人規模の方が今すでにいらっしゃる、でこれからですね、この数というのは増えていくのかどうか、そしてもう一つ問いたいのは、私も
年齢が40歳なんですけれども、就職氷河期世代の、まあ、ギリギリです。就職氷河期世代というのは、就職事情、まあ、景気の動向で、ちょっと歪んだ労働市場に差し掛かってしまって、うまく参入できなかった、最初に。で、その割を食っている。で、この人たちは、低所得の人が多いし、非正規が多いし、その分貯金ができない、資産形成がうまくできない。で、それが低年金、無年金問題につながって、老後、生活保護に吸収されてしまうという、こういう流れが予測されるわけでありますけれども、今後、この低年金、無年金、どうなるように予測されておられますか。なかなかこれ、予測が難しいございまして、今、被用者保険の適用拡大というのを法律をですね、成立した上で、これ、2022年、24年ですかね、まあ、100人、50人というような一つの基準で、さらに広げていこうということで、週20時間以上働いている方々が適用を拡大していくと。で、こういうものによってですね、まあ、国民年金だけですと、どうしてもそれはまあ減免はありますけれども、自ら納めない方々がおられる、しかも基礎年金部分しかありませんから、そういう意味では低年金になりますが、被用者年金、厚生年金に入るとですね、まあ2階部分等々も得られます、そういう意味からいたしますと、そういうものに入っていただくと同時に、今、そういうですね、氷河期時代の世代の方々に対してですね、やはり非正規ではなくって、正規の方に雇用を移動していこうという、さまざまなご努力をしておりますので、まあ、そういうものと相まって、なるべく低年金、無年金者を我々は減らしたいという思いの中で進めておりますので、言われる通り、増えていかないように我々としては最大限の努力をしてまいりたいと考えております。藤田文太君。ありがとうございます。これもおそらく課題意識は同じなんだと思います。ただその打ち手が政府のプラン A 対我々のプラン B で、どちらがこれからの時代に必要かということを今後も引き続き議論したいと思います。で、今の話、適用拡大の話ですね。年金はそもそも保険数理、保険の概念で運用されてます。つまり入りと出がバランスしたら一生この年金財政は破綻しないとも言われてますが、それは積み立て方式では成り立つけれども、今付加方式といって現役世代が仕送りのように今受給してらっしゃる高齢者の負担を担っていると。つまり少子高齢化時代には無理のある制度なんです。だんだん働き払う人が少なくなると。じゃあ、この年金財政をどうしたらいいかというと、これは厚労省もお認めになられているのが、解決策は入りを増やすか、出を減らすか。入りを増やすのは先ほどの適用拡大するのも入りが増えます。企業が払いますから。それから社会保険料を上げる、年金を上げる、徴収を上げる、もしくは給付を減らす、または支給開始年齢を上げていく。こういう2つの入りと出、まあ、合計4つの方法しか究極ないんですよね。これどれも良くない話じゃないですか。だから、しかもこの年金財政には、基礎年金の財政には半分すでに税金が入っていると。だからもう保険では成り立ってない制度なんです。だから私たちは、この年金をちゃんとセーフティーネットとして機能しているのかという疑問が、そしてそれが持続可能なのかと、セーフティーネット機能として持続可能なのかという問いが、私は生まれてくるんじゃないかと。だからこそ、高齢者にもそう、低所得者を支えている生活保護もそう、現役世代、子育て世代もそう、そういう人たちを一律にお支えして、チャレンジのためのセーフティーネットを引こうというのが、われわれの給付付き税額控除の進化版であるベーシックインカムだというふうに私たちは思っているわけでありますが、年金の話、この年金、先ほど言った事象のようなことを踏まえて、セーフティーネット機能として持続可能か、大臣のご見解を聞きたいと思います。厚労大臣田村君。平成16年改革でですね、もうご承知だと思いますが、マクロ経済スライドという制度と、それから基礎年金、これ2分の1国庫負担というのと、それから保険料をですね、上限決めて、それでこれ、まあ、それ引き上げたというのがあります。で、これで100年、まあ、100年って言いますか、5年ごとに見直すから、本当は100年じゃないんですが、これ、計算をしまして、収支合うようにします。ですから、そういう意味からすると、マクロ経済スライドが発令されていないので、そういう意味では、厚生年金全体ではですね、目減りはしていないんですけれども、基礎年金が目減りしている。これをどうするかというのをこれから解決していかなきゃならんという問題はあります。これは我々の課題で、今いろんなプランを考えております。で、基礎年金が上がれば、これはある意味、所得の再配分、再分配ができますので、そういう意味では収入のある方々が若干、まあ、所得大体率下がって、そうじゃない方々が上がるということで、これはいい効果がダブルで出てくるというふうに思います。で、まあ、一方で、今言われた話、こう総合させて聞かせていただきますと、平均余命が伸びるということは非常に大きいんですね。
ですから年金の支給を遅らせれば実は今ですね、将来的に今もらっている方々よりも損だという世代が、例えば1999年生まれの方がですね、65歳じゃなくて66歳9ヶ月でもらうと、今年金65歳2019年でもらっている方とケース3でいうと同じ水準になります。それはもらえる金額、要するに期間が伸びるから薄くなるので、それを調整すれば今もらっている方々と変わらないということでありますから、まあ平均余命が伸びた分ちゃんと働けるような環境を作るということを考えれば年金は持続可能性があるというふうに我々は認識出しております。時間内で終わりますが、よく分かりました。政府の認識はやっぱり政府の一員ですから、もちろん現状維持微修正、この現状の仕組みをどう微修正していこうかというのがご見解だと思います。それはでも一面正しいと思いますが、我々はそれではもう持たないんじゃないかという課題認識の中で、まあ、提案し、そして議論しっかりとしていきたいと思いますので、引き続きお手合わせよろしくお願いします。引き続きお手合わせよろしくお願いします。ありがとうございました。